回さえ無理やる、うんうん、っていうのも、うん、オール肥満なのよ。SNS× 宴システムを使ったマーケティングが最強な話をしたーい。したーい。てか宴って何？このねバズハックのチャンネルのために僕宴入れたんですよ。何宴を入れたって？そう、注入してんの。何気になる気になる。バズハックこちらのチャンネルのマーケティング面だったりこういうバックエンド、はいはい、商品とかは、まあ、僕がやってるわけですけども、はいはい、最近宴入れたんですよ。いやだから分からん分からん。この動画を撮る前に大体さこういう話しようかとか軽く言うやん。はい。けど宴について今回何も聞かされてなくてカメラ回してから宴について話すんでちょっと待ってください。はい。分からん分からん。今回は内山さんマジで宴のことが分かってなくて多分視聴者さんも宴って何っていう人がほとんどだと思います。おおおお。SNS をやっている人に関してはこの宴を入れることによってマーケティングだったりビジネス面がめちゃめちゃ加速しますので、まあ、僕ビジネスのプロなんでねそれをね内山さんに説明しつつ皆さんに聞いてもらうということでございます。おお、もう宴って聞いたらワンピースしか今浮かんでこないけど違うんだ。多分ほとんどの人がそうなんだけど、ちなみに宴ですね月額の料金かかるんですけど、まあ、僕がね今払ってるんで今払ってるんですよ実はこれ。ほうほうほう。はい、ちょっとぜひ聞いてください。聞く聞く聞く。はい。SNS かける宴システムを使ったマーケティングが最強な理由なんですけど、まず一つ目、炎上しない。え？炎上しないの？何やっても許されるの？何やっても許されるわけではないんだけど、いや、SNS で物を売ろうとしたりすると、結局のところこいつら全ゲバだーみたいな感じで、まあまあ、炎上するじゃないですか。まあまあ、とは言ったものの、そもそも物を売るって人を幸せにする行為っていうのは大前提なんですよ、僕の中では。ちょっと昔、100日後に死ぬワニで、大衆はやった瞬間にオンラインショップパパパパって打ち出しまくって炎上しましたね。あれは炎上したじゃないですか。でも、あれは結局のところ、SNS っていうその自理由が分かってない、その土俵分かってないですよ。僕とはもちろん SNS もきちんとやってる実業家ですから、そこら辺の土俵を分かった上で言うと、SNS で売るときにこの宴とかを使うことによって炎上しないですよ。ほうほうほう。まだ宴の概要が分からん、分からん。そう、分かんない、ね。炎上しない。ほうほう。とにかく炎上しないんですよ。へー。はい。で、この炎上しない理由なんですけども、宴ってこれ結論として何をするのかっていうと、LINE に登録していただいた後に、その LINE 上でマーケティングをする見込み客と言いますけど、その見込み客に対してマーケティングをするっていうシステムのことを宴って言うんですね。インスタとか TikTok とか YouTube じゃなくて LINE なんだ。そうですね。だから YouTube とか TikTok とか Instagram の表上で別に売るとかじゃなくて、 LINE にちゃんと登録してくれた、いわば本当に僕たちのことを信用してくれてる人たちだけにやるマーケティングです。あ、炎上しないってそういうことか。はい。だいたい炎上って関係のない知らない人が勝手にこうだこうだって言うけど、そう。なるほどね。僕たちを信頼して登録してくれた人にしか届かないから、そもそも炎上しないよねってことか。そう。そういうことです。インフルエンサーとかだったら分かると思うんですけど、炎上って絶対買ってない人がやるらしいんですよ。まずは。そうね。当事者たちは別にそれでいいと思ってたりするのに、周りから見て、うわーっていうのがいるわけですよ。それが炎上なので、前提として宴を使ったマーケティングってのは炎上マジでしづらいです。炎上しない一つ目。二つ目。評判が良くなります。評判が良くなる。僕たちの評判が良くなります。この宴を使うことによって。嬉しいね。なんでかって話なんですけども、簡単な話ですけど、物を売ったりするときに一番良くないのが、そのものをうまく使いこなせない人に売ることなんですよ。例えばなんですけど、甘いジュースを売るとするじゃないですか。その時に辛いのが好きな人に甘いジュースを言ったら、こんなジュースはまずいっていうクレーム入るじゃん。あ、そうね、そうね。ですよね。この宴っていうのはどういうものなのかっていうと、LINE に登録していただいた後に、この商品っていうのは甘いものですよっていうのを、どんどんきちんと教える。マーケティング用語で言うと教育って言うんですけど、その教育をきちんとできるんですね。はいはいはい。そういう健康食品とかなんかそういうの聞いたことあるな。買って飲んでるけど、痩せないとか、その肌が良くないよってクレームがよく来るんだけど、実際そういうのは用法用量を守ってないとか、飲み方がありますよとかあったりするんで、なるほど、教育ができるってことですね。要するに SNS とかで僕たちはってね、もうフォロワー数とか知名度がありますから、売ることできるじゃないですか。ぶっちゃけ、売ろうと思えば。
けど、そんなことをやってしまったら当然こいつらが善意馬だって言って本当にいいものを出していたとしても炎上するし、かつ僕たちがこうやってくださいねって言ったとしても聞かないで買っちゃって、それでクレームの嵐とってなるわけですよ。なるほどね、はい、だから僕たちが本当にいい商品を出してるんだとしたら、それこそきちんとしたリテラシーを持っている人に教育、きちんとこうやって使うんですよっていうのを教育して、これ甘い飲み物ですよ、甘い飲み物が好きな人が飲んでくださいね、1日1本ですよ、うん、じゃないと体調悪くなりますよ、うんうん、みたいな感じの教育ができるのが宴です。なんとなく宴について分かってきました。そう、これがめちゃめちゃすごい。そして3個目なんですけど、最強な理由3個目、最強、安い、安い、やばい、ほう、めっちゃ安い、いいこといろいろあって、まあなんかお高いんでしょって感じなんだけど、安い、安い。SNS かける宴をシステムを使ったマーケティングが最強なのが、まあ結局ここまで行ってめちゃめちゃいいんですよ。本当に僕いいと思ってるんですよ。だから別に内山さんに確認取らずに僕自腹で入れたからね、僕ね。来た瞬間、内山さん。宴入れました。でもめっちゃドヤ顔されてるけど、分かる分かる分かる。おお。そう。何でやってるのに僕だけ今金払ってる状況だからね、月額でね。いやでもそれぐらい僕この宴を入れれば確認取らずとも僕がお金出しても絶対にいけると思ったんで、だから出したんですよ。で月額まあどれぐらい払ってるかっていうと大体2万円です。ほうほう、2万円。月々2万円なんですよ。だから年間で言うと24万円なんですね。そんな価値あるんですか？いや月2万って。携帯代より高いね。そう、大丈夫？携帯2台持てちゃうからね。そうだよね。言うても高いじゃないですか、うん、いやなんですけど僕から言わせたら安いです。安い。ちなみにこの2万円っていうのは宴の中でもかなり高いプランで、もうちょっと安いプランもあります。ああ、最安いくらい？最安8000円くらいかな。おー、はいはい。そう、携帯代8000円くらいでいけるんだけども、うん、僕2万円でやりました。でこれなんで安いって言ってるかっていうと、うん、宴めちゃめちゃ機能あるんですね。ほうほう。でその中でホームページとかを生成できるみたいな、そういう機能があるんですよ。ホームページ作ってくれ。あ、そうそう、ホームページのそのひな形とかがめちゃくちゃ綺麗に作れるんですよ。でシンプルな話、ホームページ作るのって1個作るのに大体10万とか20万かかるわけで、って考えた時に宴入れたらそれできるんだもん。俺自分で昔作ったことあるけど、超めんどくさいし、超めんどくさい、超時間かかるし、やっぱセンスとかそうごちゃっとなってうまく作れないけど、作ってくれるの、作ってくれるっていうか、綺麗なひな形がちゃんとあって、しかもホームページってじゃあデザインだけ綺麗だったとしても、例えばお問い合わせフォームだったり決済ページだったり、そういうドメインを買わなきゃいけないとか、いろんな手間があるんですよ。そうそうなの、いろんな手間あるけど、そこら辺の決済ページももうあるし、ほう、お問い合わせフォームとかメールアドレス収集とかの機能とかも全部ついてるんですよ。オールインワンってこと？いやてか、あの本当ね、これ宴の紹介ページにオールインワンで紹介しないでくれって言われてるんですよ。ごめんごめん。いやいや、あのね、宴さえ無理ある。っていうのも、オールインワンなのよ。謙遜して、いや、オールインワンってほどじゃないですけど、こんだけありますっていう。実際オールインワンのやつね。強いて言うと、SNS かける宴システムを使ったマーケティングが最強って話してると思うんですけど、うんうんうん、今、オールインワンなんだけど、オールインワンって言っちゃうと、どうすればいいかわかんないっていう人が入ってきちゃうから、うんうん、オールインワンっていうプレゼンはしないんだけど、いや、マジでオールインワンだよ。そんなすげえんだ。だから僕が今回一応言いたいのが、いろんなことできるよ。いろんなことできるんだけども、炎上しない。まず。炎上しない。まあ、クローズだから、うん。炎上しないし、まず評判が良くなる。評判が、きちんと教育した上で買ってるから、うん。それだって結果出しやすいでしょ。そうね。ちゃんと教育した人が買ってたら。そうだね。で、かつ、マジで安い。安い。この機能で。3拍子揃ってるの？そう、本当に安いですよ。ほうっていうところがあって、でも、もっと伝えられるんだけど、とにかく、炎上しないのと評判が良ければ、これだって炎上しないで評判良くて入れたら。本当に、そのインフルエンサーって、結構クリーンにやっていかないとね、人気ってつかないし、人気だった人が炎上すると一気に下がっちゃうんです。そう、これちょっとごめんね、例に出すんだけど、はい、アキさん48ってご存知です？いや、もちろん。48さん全盛期というか、まあ人気だった頃って毎日投稿してもだって100万再生、200万再生とかいきますね。今1週間どれぐらいだと思う？え、知らない。48さん、え、1週間でその1本出してって、1本だいたい平均何再生ぐらいだと思うんですか？いや、100万再生いってましたね。だから、うん、もうどんなに下がっても70か80万再生じゃないですか。チャンネル登録者数190万人、まあ、でしょうね。今再生数平均10万以下、やばくね？え、ビビるでしょ、マジで。いや、今でしょ、そう、あ、もう見していいよ、ちょっとおいでおいでおいでって。再生数もう10万以下1週間。昨日の17時間前に出たの、うん、3.2万回。メンバーが彼氏できたよっていうのでちょっと、まあまあさすがに、ね、取れたんだけど、これでも10万もやってないの。これ炎上のせい、ぶっちゃけ。
そのメンバーの炎上だったり、本当に炎上ってやべえのよ。それが防げるってのはありがたい。今のフォーエイトさんが本当に悪かったかっていうと、それはわかんないですよ。僕たちがね、そういうことを言うのもおかしいから、フォーエイトさんが本当に悪いとかじゃないんだけども、炎上って結構いいとか悪いじゃなくて炎上しちゃうのよ。何でもかんでもね。そうね。っていうところだから、じゃあ炎上しないできちんと僕たちの本当にいい商品を売りたいっていう時には、お互い使った方がいいと思うよっていう。宴始めよう。始めてるか。始めてます。はい、始めてるんですけども。はい、始めて。ということで今日はですね、3つお話をさせていただきました。はいはい、SNS かける宴システムを使ったマーケティングが最強な理由は3つです。1つ目が炎上しない。2つ目が評判が良くなる。3つ目がマジで安いということでですね、まず宴今興味おったよっていう方は、実はね、これ、無料で14日間。なんか使えるんですよ。え、お試しトライアル。うん、ええー。だから普通に興味あったらとりあえず14日間、2週間だからね。2週間使えるから。だからとりあえず使ってくれればって思いますので、こちら概要欄にリンク貼っておりますので、これマジでおすすめ。僕ね、アフィリエイトやんないのよ、今まで。はははは。今までいろんな本とか紹介してみんな買ってるけど、アフィリエイトとか普段絶対やってないんですけど、いや今回に関してはマジでおすすめだから、いや、本当におすすめです。はい。っていうところでございます。あとですね、実は宴に関するマーケティングのノウハウとかに関しても LINE で流そうかなって思うんで、うん、SNS とマーケティングきちんと絡めた SNS でねビジネスやりたいという方はですね LINE 登録していただけると嬉しいです。ということで今日もありがとうございました。バイバーイ。